はいどつけ麺ゼウイッソちょっとヒキはい、今日湯気ラーメンにご飯ぶち込んでいっぱい食べたまあなんか家系ラーメンといえばやっぱねご飯と一緒に食うのがまあスタンダードというかそういうもんやねんな。はい、だから今回はもう家系ラーメンにご飯ぶち込んじゃって食べたらもう美味しいんじゃないかっていうので。美味しいよ、絶対うまいよ。うん、うん、ご飯と家系ラーメンは本当にもう切っても切れない仲ですから。そうですね、欲を言えばやっぱさラーメンに入れて食いたい時もあるよね。ありますね。ご飯だけどやっぱお店だとちょっとできないじゃん。そうやな、行儀とか周りの面も気になるしな。そうそう、もう今日はそういうのはなしで、なしでやりましょう。ただ美味しさだけを極めた。パッと見はまあね、あんまり美味しそうには見えないけどでも絶対美味しいから。そうそう、家系ラーメン大好きな人は絶対これがやりたかった。よし食べるか。はいはい、ということでね、こんな感じでございます。わあ、雑炊っすね。そう、これが美味しいんですよ、結局ね。そうそうそう、これ食うために家系ラーメン食ってますから。そうでね、ご飯と家系ラーメンが合体したらもう最強でしょ、これ最強です。はい、いただきます。いただきます。じゃあ取り分けしますね。あ、出た出た出た取り分け大事に、取り分け大事に。こういうところはやっぱ可愛いよなすごい雑炊だこれ。一応あのニュータッチだっけこれ、はい、ニュータッチの横浜家系ラーメンのカップ麺。うん、ありがとう。のりましだ。うわ、翔ちゃんのりまし。のりまし。やっぱり日頃のあれが出てくるんですよ。日頃のやっぱね、弟子感というか上下感というかやっぱね。やっぱ雑炊だから多分ザラザラっといけますね。ザラザラっていけそう、うん、ほないただきます。いただきます。うん、うめぇ、うまっ、めちゃくちゃうまい。うまい。うわダメだ、ちょっと待ってどうした、あ、ニンニク。はい家系ラーメン大好き人間からしたらやっぱここニンニクなんや。ニンニクないと成立しないでしょ。俺は全然ピンとこやんかったけど、翔ちゃん毎回入れるもんな、ニンニク。そうなんや。はい、最強モード。もうちょっとだけ完成。うん、やばいな。これ家系大好きな視聴者さんも今ニンニク師匠ってなったんか。なってんじゃない、うん、ニンニク絶対うまいと思う。うん、で最後にちょっと豆板醤入れるんですよね。勉強なるわ。これこの麺と一緒にご飯食うの大好きなんですよ。わかる。台湾まぜそばの最後らへんもちょっと麺残してご飯と一緒に食べるの。うん、これの場合はもう麺 100% やもんな、そのままって感じで。うん、うまいな。うまい。麺も一緒に。いや最近家系ラーメン行ってねえな。そやな、うん、店行かれんもんな。リーダープライベートで家系ラーメン行ったことある？ないねんよ30年間生きてきてない30年生きてきてないねんけど、ただこのつけ麺ズの動画のおかげで例えば友達とかと行ったりとか、うん、彼女とか行ったりとかの準備はめちゃくちゃできてるよ、うん、なるほどなるほど準備満タンよ。そう、初めてじゃないもんな。そうそう、ニンニク入れた方がいいよとか。みんな知ってる、みんな知ってるみんな知ってるから。まあ、女の子とかってさ一人でなかなか家系ラーメンとか行かれんかもしれんから、そういう時に俺がボソッとこのつけ麺図の動画で教わったことを言う。確かにね、まあ、準備はできてるんですけど、ただそのチャンスがなかなかないっていうやっぱ友達とご飯行くっつったらもう家系ラーメンなんで。俺もだって友達とご飯行くっつったらもう 90% ラーメンだもん。うん、自然とラーメンの流れですよね、うん、神奈川に住んでた時よく行ってましたね。ああ、よかった。どこ行っても家系なんで。あ、今東京都になっちゃったんで。東京引っ越してきてよかったなと思うことナンバーワン、ラーメンうまい。いや本当そうよな、うんうん、しかもやっぱ東京はいろんな地域のラーメンを楽しめるからな。ニンニクやっぱり取るとやっぱパワー当てるんですごい動きたくなるんですよ。1キロぐらい走りたい1キロちょっと短いね。短い全力疾走で。あ、全力疾走の1キロはやばい。でも俺ニンニクとかあんま入れたことないな、ラーメン屋さんとか行っても。入れないですよね、うん、だって武道館行くと武道館のあれ貼ってあるやつに、うん、ニンニク入れて最強モードって書いてるじゃないですか。書いてある書いてある。武道館マンがあれ見ちゃったら入れないわけにいかないですよ。最強モードでこれから仕事バリバリするっつっても、うん、ニンニクの匂いで結構なんで、今はマスクだからいいんですよ。そう、ね、うん、最強マスク社会。確かに、もうニンニクと味方です、うん、ね、ビッキー横浜に住んでたでしょ。神奈川か。神奈川ですね。本場でしょ、だって家系ラーメンって。家系ラーメンばっかでしたね。どこが美味しかったの？もう全然知らないのよね、その東京のしか。なんかすごい有名なとこあるんじゃない？うちの近くにある家系のラーメン屋が、うん、その有名なとこの家系ラーメンといえばここみたいなとこの弟子が作ってるとこなんですよ。そこがすごい美味しいんですけど。ラーメン界って弟子めっちゃおるよな
東京で言ったら一角屋とか。一角屋じゃないですけど、だって一番有名なチェーン店ですもんね。だよね、一角屋と、なんだ武蔵屋、武蔵屋とか、まあ俺らが大好きな武道家、武道家とかね、うん、あれって弟子の、いろいろ複雑なんですよ、エグザイルと同じなの、枝分かれしてるから。弟子の弟子みたいな、弟子の派生みたいなのありますもんね。修行したとか、うん、そう、弟子が作るやっぱラーメンって俺絶対美味しいと思うねんな。二代目というかその息子よりも弟子の方が美味しいと思うね、うん。だから弟子ってその味に惚れて言ってるわけよ。息子ってもう父さんやから、だからただただ受け継いだ。まあ美味しい場合もあるけど、弟子ってもうその味を惚れて言って、それをなおさら美味しくしたいって思う感情があるから。でも結局悟空しかり父親は超えられないんですよ。主役は父親なんですよ。そうやな。確かに初代っていうのはやっぱ強いですからね。リーダーの実家もね、今1代目で頑張ってる。あ、俺の父さん実は2代目や。あ、そうなんだ。あ、じゃあ息子なんだ。そう、俺の親父の父さん、まあ、俺からしたらおじいちゃんはサトルっていう名前だけど。え、リーダーのおじいちゃんがサトルさんでしょ。サトル。お父さんが陽蔵でしょ。で、万陽でしょ、店の名前。うん。どっからどう取ったの。なんかまあ陽っていうのは太平洋、大西洋、インド洋か。その陽から取ってきて海で、で、万はまあ確かそういう万引き取るとかそういう感じの数字で万陽みたいな、そういうなんか数字とその海っていうので万陽っていう。なるほど。その俺のおじいちゃんが1代目やから息子に受け継がしたいから陽蔵、その三大海ね。だから大西洋、太平洋、インド洋っていう三大海で三蔵で陽蔵や。なるほどね。なるほど、すごい。もう受け継がす気満々やったっていうで、カズマサでしょ。カズマサだから、その俺の親父は受け継がないとあかんっていう環境やったから、うんうん、家庭環境やったから、俺の息子にはまあそういうことさせたくないっていうので、もう自由に。 あ、そうなんだ。別に受け継がんでもいいし。なるほどね。みたいな。万葉ってなんか億万の海を旅するみたいな意味じゃないんですね。あ、でもそんな意味もあるんじゃない、うん、そういう、まあいろんな意味ある。億万の海とかも、そういう。俺がもし受け継いだとしたら三代目になる。三代目か、いいじゃん。三代目三代目とか日本で一番かっこいい代目ですからね。確かに三代目かっこいいってもうついちゃってるからね。EXILE のおかげで。ビッキーもう最後行っちゃって、うん、これ早かったな、今日やっぱ早かったっすね。これででも3キロぐらいあったみたい。ありました。あったよね。どこに行ったんだろうってそうやなすごいな、家系ラーメン。風にもいいらしいですからね。あ、ほんと。はい。なんかコラーゲンたっぷりで肌にもいいっていう。うん。なんなら毎日ラーメン食ってれば痩せるっていうそれは嘘っぽいな。はい。お、からです。おいしょー。あっという間ですね。はい、私、完食でございます。うん、うん、お疲れ様。ごちそうさまでーす。いや、美味しかったですね。やべ、今日の撮影全部もう元気満々です。これから頑張りましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ。バイバイ。どうしました。張り切りすぎました最後